はい、皆さんおはようございます。本日はね、伊勢中川にね、朝用事があったんでね、今から家帰るんですけど、今のコロナの影響がありまして、近鉄ではね、急行の窓が開くようにね、なったみたいでね、今からちょっとそれをやりたいと思います。ここの取っ手をね、下ろすだけみたいなんでね、見たところガラガラなんでね、やってみたいと思います。片手だけでは無理なんで両手でやります。本当に開きましたね。いやー、近鉄の列車でね、窓が開くなんてね、前代未聞というかね、僕初めてね、こんな開くなんて知りましたね。前から開くようになってたのか、コロナのせいで全部窓を開かれたのか分かりませんが、当分の間はね、見れると思うので、全部の窓開けたりますかね。さすがにコロナの時期なんでね、文句を言う人はね、いないと思われますのでね。でも今日さすがに雨なのでね、さすがにやばいと思うんでやめときたいと思います。もうすぐ右カーブなんでね、電車が来るかどうか分かりますけどね、ちょっと見てみましょうかね。いやー、面白かったですね。まあこんな騒動とはいえね、僕もね、用事があって中川に行ったんでね、その道中なんでね、大丈夫ですけど、皆さんはね、これだけのためにね、近鉄に乗ることはね、やめてくださいね。また皆さんも自粛ですけど、用事があるときにね、急行に乗ったらば